はい、相手を盾に使う。これは相手が2人以上の時を前提として、この間ほれ君たち3人でかかっていた時に、僕をキュッと借りしたらちょっと前行きにくくなったな、止まっちゃったな、ああいうふうに盾にする。盾にするには、今2人がかりとしたら三輪さんは2人と五代さんをやったら、五代さんを盾に使う。盾に使うということは、私と三輪さんの間に五代さんを持ってくる。盾にしたときに当ててしまうともいいし、当てんでもいいけれど、二人三人が相手やったら、盾にすると同時に当てた方がいいな。一人でも減らした方がいいんだから。チャンスと見たら、全部は当てまくった方がいい。盾にするだけやったら、盾にして当てろ。な。盾という意味は相手と、もう一人の君のことや。君と僕の間に五代さんを持ってくる。両手で持ってきてもいいし、片手で持ってきてもいい。先生の言う二人が盾は、必ず二人同時にかかってくるという意味の二人がかかって、一人終わった、はい、次君や。二人目、はい、二人がかりという意味ではない。だから同時。ということ。で、要はあなたが、とっとうから、写真を、まあ、縦に撮ってる、今まで教えておいた。だから縦に撮ったら当てる。二人以上のときは。はい。これ、はい、ごめんなさい。あ、これ、行ってこいよ。はい、はい。はい、同時に入れて、バーってやっとこいって。皆さんに対して縦に撮った。必ず当てる。当てられる時間帯当てる。と、皆さんはどっちかから回ってきよう。その間当てる。すると、まあ、彼崩れてしまうのか、もうフラフラになってしまうのかしら。すると、これこうしたら、こっち向くな。これこうしたら、これこっち向いたら、こう向く。当てる。で、この当てたらいつも言うとおりように、こういうふうにバランスを失している人間は軽い。で、皆さんがそこにあったら皆さんにぶつける。いいか。ぶつける。ぶつけたら皆さんとしては、回り込むようなぶつけられたら、体が乱れるな。で、こう乱れといて、おかしてる。皆さんを攻撃に打つ。いいか。だから縦に取ったら、当て身を当てる。縦に取ったら、いい加減にしたら、まあ、時間なかったら、当てる前でもいいけど、当てて、相手にぶつける。それによってもう一人の相手を狂わせる。狂った相手はバランス失しているから、また攻める、それを。というふうなやり方になる。だからこれは、はい。ね、和田さんが、その違いにおったらこう取ってもいい。必ずこれで彼が攻撃しないようにする。それで当てる。で、こう、場合になる。な。また。はい。だからいろんな盾の取り方が、はい。だから、そう、じゃあ、そう、じゃあ、こう、これも、これ、な、これで、これ、どうどう、そのうち、グイッと。縦に取る、当てる、相手にぶつける。だから、縦に取る、当てる、相手にぶつける。特に、相手が一人の場合、な、皆さんいない場合、一人の場合、はい、これこうする。当てる、あれこうする。壁も、当てながら壁持っていく。壁をつける。で、帰ってくるところまた狙う。というふうなこともある。まあ僕は縦にして当てたら、相手にぶつけるのが一番いいと思う。そこら辺にある机や椅子にぶつけとってもいいな。壁へぶつけとってもいいな。ぶつけとって次の相手に。というのは、
こんだけ離れてるのにあそこまで持っていけやな。これぶつけよう言ったらこっちエネルギーいるな。もんな時当てといてよ、ブリンと壁をつけといてこっちというふうに、いわゆる盾にとって崩した人間を当てるなり、相手にぶつけるなり、壁にぶつける、椅子にぶつけるなり、そしてさらに次に相手にぶつけたら、動揺した相手をさらに攻めると。そういうふうなことは大切。盾にするだけだとあかん。で、庭さんも盾にされたら、もうやめるんじゃなしに。なんとか盾を乗り越えて、僕に攻撃を継続せんといかん。だから、盾で邪魔されたら諦めたらあかんのよ。これ攻めんといかんね。僕が盾をついた間に回り込んで僕を攻めてこんで。そういうことで、盾に取るのは皆さんもだいぶ練習したな。崩すというのもな。だから、皆さんもこんなんやってる。はい。はい。こんなんやっとこんなんやっとな。こうやってやっとな。こんなん全部そうやくんだ。こういうのがやくんだ。はい。さあ、ちょっとこっち来た。こっちやから。とか。はい。で、こっち来たら。はい。はい。うわぁ、やっちゃやってな。こんなん全部あるな。全部縦に取る。というようなことになる。だから、崩した当て身を両方併用して、相手を崩して縦にする。縦もしっかりした縦やったらあかんから。バランスのない、崩れた縦ですね。崩れた縦は抵抗力、攻撃力ないな。防御力もないな。やられっぱなしやから。できるだけ縦にさ、すぐにブーンってやられた。それで、またここで覚えていたのは、片手で崩して、片手で、どんどんってやるとか。両手で崩すとって、片手遊ばしてこうやってやるとか。な。そういうふうに、当て身でもいい。対処方法。うん、当て身で始まって、そういう格好しておく。な。始めから掴んでもいい。そういうふうに、盾を作る稽古。盾を作る稽古。それから盾も、こうやってやっとるときに、皆さんでこうやってやっとるとき、こっち側から強化が。これ見えなかったらちょっと困る。見えたら、はい、縦が来たら、ブーブーってやっとこうやってやるんだ。見えたらな。だから、次回は、横から来る相手。ただし、見える横から来る相手。だから、こうやってやっとったらな、皆さん見える。お大さん見える。僕はこっち見える。で、はい。はい、これで、こうやって構えちゃう。来たら、はい、わーっとこうやる。すると、これで縦にしたいことやな。そういうふうに目つきも、こうったら、こっち側見たらこっち側見えにくい。こっち側見たらこっち側見えにくい。真ん中見た。真ん中見て両方やって、気配で、なんとなくこうやって映って、中に構えて、はい、今日って言ったら、いうふうに、そういう訓練もせんです。それで、まず、今日は、崩す、当てる、縦に取る、崩す、縦に取って当てる、ぶつける、そこまでを覚えておいてください。な、はい、次回、縦の話は、彼にもう一回やってやらんといけないから、もう一回縦の話をします。今日は一応時間なんで終わろう。